ね、さすが8つもタイヤあるだけあって小回りも効きますな。飛べ、いけた。2つ目ですか。まあ、やること同じっしょ。期間始めないから普通にこれ持っていくだけか。これあそこじゃないですかね。右上、うん、まあ間違いなくここだね。どっから行くんが地検だ。こっからか。とっとと終わらせよ。バギーの力ってすげー。どっから行ったっけ。ここか。あれ、登れなくなってる。あれ、登ってぴょんぴょんするんじゃなかったっけ。あれ、あれれー、どっから行ったっけ。いけねえ。あれ、と、あれ下から登ってきたような気がするんだけどな。なるほど、あそこは降りるルートだ。あ、こっから降りれたのか。なるほどね。前来た時はここをね、あれ帰るルートねえぞって、そこから帰れたんだね。ということで、またサボテンダーが出てくるかな。呼んだ？黄色？なんて？ゴールド！
とりあえず、はい、見破る。確実に。ゴールドですね。属性魔法。名前ちゃうだけだな、これ。仕上げだ。あ、トロフィーに全モンスターを見破れがあるような気がするんで、まあ、そこまでやるかどうかは怪しいところだけど、さあ2つ目またあの格好になるのか。ほら早く早く、ユフィお前がやれ。やってみるか。ううん、クラウドの方が得意だと思う、こういうの。いや、そう。え、嘘。あ、ユフィに来た。サマテンダーのポーズ。な、結構逆らってる。無理に動くな。痛めるぞ。経験者は語るか。じゃあ三つ目レッドか。なんで私がこんな目に。マコーロへ戻るぞ。はい、ということで帰り道こうだったんだね。こうやったら帰れたわけか。今帰り道のところから行こうとしたからダメだったと。そういうことね。と行くときどうやって行った、あの上。どっか登るとこがあった覚えがあるんだけど。この辺、あったあったあった、ここか。遠回りしちゃった。で、ここに行きたいんだけど、こっから行った方がマシか。バートトラップの場所だからダメだね、飛べないね。ここも絶対なんかいるとは思うんだけど、まあ一つずつ順番に。ちょっとここなんか鳥が来た記憶があるわ。 100m ぐらい走れ。全力疾走で10秒ぐらいだ。ということで鳥さんを待ちたい。全然違うとこや、これ召喚獣のとこやね。騙されたわ。まあまあ、召喚獣レポート。高い、飛び降りられないか。ああ、バギーじゃないと乗り越えれねえやつだ。逆に言うとバギーがあればいけるけど、ね、よし、さすがバギー。バギーちゃんは頼りになるよね。ドラえもんでも超頼りになったもんね。海底機関銃を見よう。あれ？また上に登るところが見えますが、なるほど。そんなルート。
サボテンだ言うけど、よし。よしよし。音ゲー始まるよ。いや、リズムゲーだ、ね。別に音はない。これでもう十分勝てるぐらい弱体化させれると思うけど。丸とバスが逆のことを忘れないように。四角、バツ、バツ、四角、バツ、バツ。オッケー、そんな難しくない。四角、バツ、バツ、四角、バツ、バツ。オッケー。はじめね、エンシェントマターのパーツ、このアレクサンダーのパーツかなと思ったら全然関係なかった。まるでクリスタルとクラウドさんが語り合っているようでした。さすがです。だろ？じゃあこっち。走れ。こっちを見た。やったぜ。そんなギリギリになって出てこられてももう分かってるよって感じだけど、鳥さんはもうちょっと早く案内してください。これで6割達成、7割目に入ったところかな。さあ、エリアレポート、ゴールド操作ね。すべての始まりはディオという一人の、あいつ元新羅社員だったのか。彼は、考古の館と呼ばれる、博物館を企画しましたが、不人気のせいすぐに潰してしまいました。ね、めげることなく、世界一のテーマパーク建設計画を立ち上げて、ね、小さな遊園地を建設しました。コレルマ航路の事故が起こり、ね、大規模開発を聞きつけると、便乗する形で遊園地をコレル村の跡地に移転、ね、最先端の大型商業施設へとリニューアルしました。ゴールドソーサーは複数の小型マ航路を有しておりますが、それらの影響で周囲の砂漠化が急激に進行しまったことを受け、現在は稼働期を最小限に抑えて土地の延命を図っとるんじゃと。エネルギーをマコエネルギーを吸い取ったらその分砂漠化してるのか、結構問題だよね。しかもそれでやってることがバカンスっていう、反対運動が起きてもおかしくない。さあ、最後の召喚レポートとね、仕掛け。よし。読むか、読まないか。直線距離で行った方が早いか。おお、キバヤラさんが超待ち構えてる。お前のとこ行ってやんねえよ。そして最後、まだかな、まだかなって感じで待ってたね、キマイラさん。さあ、ラスト。これで罠は全部仕掛けたな。そろそろ他のトラップにかかってるかもしれない。よし、戻るか。まあ、そこ行ってからかな。見た感じ、こっち
ここか繋がってなければ繋がってないかなっていう感じだね。繋がってるといいな。船でも大丈夫。待って、お、降りれるかな。いけそうな感じだな。ん？そうはならんやろうさ。どこ？あった。まあたどり着けた。そうはならんやろうっていう距離飛んだけど、バツ丸バツ丸バツ丸逆バツ丸逆ね、バツ丸バツ丸バツバツ丸丸まあこれで一番下まで予約できたんで、そろそろアレクサンダーさん取りに行きますか。うん、パーフェクト。これでコレルにあるクリスタルは全て解析できました。お疲れ様です。アレクサンダーのいろんな知識が手に入って感無量です。ありがとうございました。でもクラウドさんはまだ召喚マテリアをお持ちじゃなかったですね。まずはバトルシミュレーターで召喚獣に挑戦してみてください。どうする？レベル1段階下げぐらいで一回喧嘩してみてもいいかもね。次のファーストトラベルポイントがちょっと欲しいところだが、まあまあここで大して変わらんだろう。アートトラップ、こう見るともうこれに来てるような感じがするよね。でもね、まだこっから結構長そうな感じするよね。ほらまだ半分だよ。あ、敵が来てる。あー、そういうこと。敵が来てる、敵が来てる、回収できた、報告で終わりか、そういうことか。ま、鳥っつったら鳥だわなって感じする。軽いな。じゃあもう一回見破っとくと。調子に乗るな。風が弱点ね。あれ、一体しか倒した後がない。頼んだ。いいとこ見せなきゃ。やろら。暴風注意。頼られちゃうな。暗いな。しゃあ、逃がさ。俺が出る。消えろ。とりあえず一体ずつ確実に倒していくのが基本。なれ。やっちゃい。しゃあ。ほらほら。しゃあ。えいば。落ち着いていけ。頑張るね。行くよ。任せるね。おう、引っ込んで。どっちはどうだ。引き受けた。連携しよう。後のことを考えると一回回復して MP も残しておきたい。まあ回復すればいいだけの話なんだよ。大丈夫。やっ、狙う。そうね、当たれ。よし、間に合い。そこから待ってま。逃がさねえ。やっ、気負いすぎ。よし、回復出た。いいとこ任せるね。おう、はい、ということで残り2箇所かな。次がある。やっぱそんな感じやね。
2箇所目見つけて、ここで発見報告で終わり、そんな感じやな。ここに向かうのにあんまりいい場所がないっていう。ちょっと遠め。バギーじゃないといけねえし。北斗が如くではね、ここのバギーに乗った時の曲をあの「いいわっしゃー」に変えれるやつが、サボテンダーが行っていて。で仕上げだ。落ち着いていけ。お任せあれ。そこから狙える。俺のだ。ここからだ。アビリティ、ラフィットチェン。切り崩す。全部カーフェ。沈め。攻めるぞ。シャッ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 。行くぞ。油断したな。よし、やってくれるぜ。さすがに最後は取り入るだろう。まだトラップはある。微妙に遠いんだよな。からやな。よし。おっとっとっと。お前とは戦わねえよ。さすがにいるだろう。見ろ。おお、青ボム。でかい。ギガントボム。あいつもの見破るから。確実に。まあ弱。一応青いけど氷のボムってわけではないんだね。一応炎なんだ。気負いすぎる。はいはい。ほい、任せるね。待ってました。いっけ。はあ、クラウド君耐えてください。この間にね、エアリスとバレットのブリザラが飛んでいくんで。うるえやがれ。カチッと。オラオラオラ、いけんだろ。引けよ。くっ、どっか。知れ。バーストゲージをためろ。お任せあれ。やっ、せーの、当たれ。協力してこ。おう、任せて。バレットはもうこのまま続けんぞ。期待してるぜ。下がっていろ。さあ、ぶっ殺すぞ。一気に叩き込む。叩き込め。よし、流れ止めないで。覚悟はいいか。まだ見せてやる。倒してなかった。沈め。大爆発しようとしてる。これだ。ダメだ。食らうぞ。経験値もらえなかった。もうちょっと与えてからやるべきだったな。たく、心配かけやがって。お、なんだ、一人で帰れんのか。
もう迷子になるんじゃねえぞ。報告行かなくていいの？まあ報告行こうか。書いてるね、報告って。シャドリー。ここ。ああ、あかん。クラウドが死ぬ。回復してから行かんとね、次は。よし。こいつ親鳥いたよね。餌だけもらいに来てんのか。ちゃっかりしてんな。おじさん、クラピオが帰ってきたよ。お兄さんと言いなさい。クラピオって名前になっちゃったの。だろう。ちゃんと帰るようにしっかり言い聞かせといたからな。そうだったんだ。ありがとう。どういたしまして。なんかくれた、マテリアバウ。早くでかくなってモンスターを倒せるようになれよ。いつかマリンと一緒にここに来てよ。全部話してやりてんだ。それはいいことなのか。食材だからな。あんたは良くてもマリンにとっていいことなのか。今後ろに俺には分からない。下水なかった。どうした？おじさんから離れろって父さんが言ってるって。そうか、それは仕方ねえな。俺たちは行くから、クラピオと遊んでやれ。僕おじさん好きだよ。ありがとうな。ワレットの好感度がどんどん上がっていく。そして下数がなんか捕まってるね。これこいつらあれじゃん、星の民。先生のところから黒いやつ盗んだやつだじゃん。 あんたバレットの連れの人、ね、バレットもいるよ。いろいろとすまなかったね。バレットが文句言われても受け止めて、裏の子供たちのために頑張ってる姿を見て、俺たち恥ずかしくなってさ。いつまでも過去にとらわれてるばかりじゃ何も変わらない。この村を少しずつでも変えなきゃって思ったんだ。で、私たちにもできること考えたんだよ。コレルプリズンから来てるグリードたち、あんたも気づいたろ。俺たちも見て見ぬふりしてたんだけどな。私たちを食い物にしてるこいつらをまず懲らしめてやろうってね。決めたわけよ。店の中できっちりお仕置きしてるから見てってくれよ。戦闘があったら困るんで、とりあえず回復をしてからにしたいんですが。グリードの連中にも同郷のやつがいる。チェック。して終わったね。回復してからじゃないと困ってる。私の家族を返して。すごい怒ってる。ガチ切れしてる。先生。先生じゃなくて、やだやだ。休まして。よし、回復。休むならす。休む。